七夕女房。昔、人を化かして悪さをする狐がおった。ある時、狐は山犬に追われて炭焼き小屋に逃げ込んだ。おのれ、狐め。夕が早いか、炭焼きの若者が棒を振り上げた。助けてや、このお礼はきっとしますけん。狐は何度も頭を下げて見逃してもらったと。ある日のこと、あの狐がひょっこりやってきた。谷川の奥の一本松に行ってみなされ。ええもんがありますけん。何々、ええもんがあるんだと。若者はずんずん谷川の奥へ向かった。一本松に来ると、まるで虹のように輝く衣が枝にかかっている。おお、これは見事じゃ。手に取るとすぐに谷を降りた。家に戻った若者は納屋の奥にそれを隠したそうな。山に日が沈みかけた頃、トン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 、表の戸を叩く者がいる。出てみると愛しげな娘が立っていた。今夜宿を貸してはもらえぬでしょうか。若者は目を丸くした。天から降りてきた七夕というものです。水浴びをしている間に羽衣をなくして帰れなくなりました。それはと言いかけて、若者は口をつぐむと黙って娘を家に入れた。天に帰ることのできない娘は二晩三晩と日を重ね、いつしか半年がたち、一年が過ぎた。二人は夫婦になったそうな。七夕女房は気立てが優しくて働き者。お前が来てくれて暮らし向きがようなった。男は炭焼き仕事に精を出し、やがて二人の間に男の子ができた。子供が三つになった年のこと。母ちゃん、こんなもんが納屋にあったぞ。風呂敷包みを抱いて走ってきた。開いた途端、え、思わず声を上げた。どうしてこれが。羽衣を手に取ると、七夕女房は寂しい顔をした。だが、羽衣に触れた途端、もういても立ってもいられない。身にまとうと子供を抱いて、ひらひらと天に昇っていった。夕方、山から男が帰ると、家の明かりが消えている。女房の姿もなければ子供の声もしない。もしや。納屋の奥を覗いた男はあっと叫んだ。それからというもの、男は天を仰いで、ああどうしておるのか、会いたいの。毎日泣き暮らしておったそうな。するとそこに狐がやってきた。大きな羽を作ればよい。オラが空へ吹き上げますけん。それはまことか。男は寝るのも忘れて羽を作ったと。ブオー、狐が力任せに息を吹くとふわりと舞い上がった。おー、飛んだぞ飛んだ。男は空に吸い込まれるように登っていった。降り立ったのは天の大きな木の上。遊んでいた子が、父ちゃんだ、父ちゃんが来たぞ。大声を上げた。七夕女房も飛ぶようにかけてきた。こうしてまた親子で暮らすようになったと。ところが、七夕女房の母神はこの男が気に入らない。婿殿、明日は奥山にある大岩をお前一人で担いでくるのじゃ。
大岩を担ぐなどそりゃ無理というもの。できぬなら天井で暮らすことはならぬ。諦めかけた男に七夕女房がそっとささやいた。心配いりません。あの大岩は紙で作ったもの。重そうなふりをして戻ってきなさい。よいこらしょ、どっこいしょ。次の日、男は大岩を重たげに背負って山から降りてきたそうだ。母神はむっとした顔で見ておった。婿殿、今日は山の畑に阿波の種を2俵半まいてきなはれ。さてどうしたものやら。すると七夕女房がそっと教えた。種をまいてはなりません。俵のまま畑の隅に埋めておけばよいのです。男は種をまかずに俵を埋めた。家に戻ると母神は、明日は今日まいた阿波の種を一粒残らず拾ってまいれと言いつけた。次の日、男はそっくり掘り出すと、俵を馬につけてぽっくりぽっくり戻ってきたそうな。母神はたまげた顔で見ておった。ある時、また母神が言いつけた。婿殿、明日は売り畑の番をしてくだされ。その夜、七夕女房は何とも心配げな顔で言うた。畑の売りはどんなことがあっても食べてはなりません。これだけは忘れないで。何度も念を押した。その日は朝からカンカン照り。いやー、喉が渇いてたまらんわい。ずっと我慢をしておったが、どうにも売りが食いたくて食いたくて。一つだけならよかろう。こらえきれずに一つもいだ。売りをスパッと割った途端、畑中の売りが割れた。ドクドクと水があふれ出し、みるみる大水にざんぶりどんぶり流されていく男に、七夕女房はありったけの声で叫んだ。月の七日に会いましょう。その声はゴーゴーと響く水音にかき消され、男は7月の7日かと言いながら流されていった。ウリからあふれ出た大水でできたのが天の川。それから1年に一度7月7日にこの川を渡って会うのだそうな。これが七夕の始まりだと。おしまい。